久々にですね、X9 のマインドマップを使ってちょっと動画を撮っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。僕はこれ2年ぐらい前からですね、マインドマップ使ってたんですけど、多分1年ぶりぐらいですかね。これマインドマップって言って、X マインドっていうのを使ってて、これ無料で誰でも使えるので、こういうの作りたいっていう人は作った方がいいですね。で、久々にかなりまとめて、かなり勉強になる動画になったので、まあ、ぜひ最後まで聞いてほしいですね。で、今回ですね、超重要なことで、パソコン1台で稼ぐ普遍的思考セミナーっていう考えなんですよ。要はパソコン1台あれば、手法にとらわれずに、普遍的に一生稼げるスキルを手に入れるため、考えること、思考、どういった思考になればいいかなっていう、そういったですね、セミナーみたいな動画を撮っていこうかなって思うので、聞いてほしいですね。で、今回ですね、こんな感じで、テーマを分けたんですけど、パソコンで稼ぐ方法って今はたくさんあるんですよ。例えば、10年前、20年前ってパソコンで稼ぐ方法で全然なかったじゃないですか。振り返ってください、10年前とか。多分10年前にマネタイズできる方法って、本当にアルバイト、要は時間を切り売りして、お金を稼ぐ。20年前なんて本当にそれ一択だったと思うんですよ。それが今の時代、令和になった時代だと、アフィリエイトであったりとか、YouTube のアドセンス、広告費用ですね。あと、物販だったら輸入、輸出、国内、海外もありますし、電子書籍も書きますよね。Amazon Kindle とか、楽天コボとか。はい。あとはですね、株、FX、仮想通貨、これトレードですね。トレードもできるし、で、自己商材っていうのがあるんですけど、この中で一つだけ違うのって、これ何かわかりますかね？自己商材なんですよ。どういうことかというと、アフィリエイトだったりとか YouTube とかって、ほぼほぼ他人のプラットフォームでビジネスしてるんですよ。例えばアフィリエイトだったら Google の中のアルゴリズムでブログであったりとかサイトを上位表示させる。YouTube だったら YouTube の気まぐれで広告が剥がされてしまう。YouTube のアルゴリズムに乗っからないで動画がどっか行っちゃったりとか。物販だったら例えばアカウントの停止であったりとか、そのルール変更ですよね。その法改正であったりとか、ルールの変更とか、あとコロナみたいなことがで、例えば商品が届きにくいとか、到着が遅くなるとか、これも普遍的じゃないんですよ。全部外的要因っていうのはすごくあって、電子書籍もやっぱりこれからルール変更あるかもしれないですね。基本ネットビジネスっていうのはこれからどんどん厳しくなると思いますね。それは個人情報の管とか、点とかもあったりとか、あとはその公式サイトを上に上げてくるとか、あとは株とか FX だったらもっと税率を上げてくるとか、これ多分ほぼほぼ当てはまると思うんですよ、今後。で、これを考えた時に、それってやっぱり他人の庭で商売やってるので、それだと全然普遍的ではなくて、結局人の庭を借りてビジネスやってるのと一緒なんですよ。で、今回ですね、ここのテーマっていうのは普遍的なことなので、普遍的なことっていうのは自分のフィールドでビジネス展開をちゃんとしているかってことなんですよ。で、この中でパソコンで稼ぐ方法はたくさんあるんですけど、自分のフィールドでビジネスするっていうのはもう自己商材でしかないんですよ。自分の商品。例えば自分の商品だったら動画でまとめるとか PDF でまとめるとか、例えば、Zoom で、悩み相談を聞くとか、書籍にまとめるとか、いろいろあると思うんですけど、この中で一つだけ違う、色が違うのっていうのは自己商材なんですよ。自分の経験や知識、あとは体験談、そういったものを何か一つパッケージして自分の商品を作る。これがまさに腐れない、他人の影響も受けにくい普遍的なビジネスであって、自分のフィールドでちゃんとビジネスを展開しているか。だから最終的にインターネットで稼ぎたいとか副収入欲しいっていう人は、絶対に着地点っていうのは僕は自己商材だと思ってますね。やっぱり利益率の面だったりとか、その普遍的なことなので。で、今回ですね、普遍的なフィールドに行くために必要なことっていうのをちょっとまとめたんですけど、大きくするか。フィールドに行くためにまとめたんですけど、大切なことっていうのは自己ブランディングであったりとか、個人のメディア化、認知してもらうことが重要なんですよ。例えばどういうことかというと、ヒカキンさんが、例えば、ヒカキンさんのレベルの動画を、チャンネル登録10万人人と、チャンネル登録5人の人が、同じタイミングで、同じ内容で、同じクオリティの動画出したときに、
10万人の人の方が多分1万再生とかいくんですよ。でも5人の人って多分再生数3とか4で終わっちゃうんですよ。これが認知してもらってるかしてもらってないかの重要で、個人で稼ぐためには自分のブランディング力を高めて個人のメディア化っていうのが必要なんですよ。そうしないと物は売れないです。物も売れないし、誰かに認知してもらえない、知ってもらえない。知ってもらえないっていうことは検討材料の中にも入らない。スルーされてる。ずっとスルーされるんですよ、それだと。じゃあここで重要なのがメディアを持つっていうことなんですけども、ブログであれば無料ブログはダメですね。例えばワードプレスがもうワードプレス一択ですね。無料ブログっていうのは例えばハテナブログとか、あとはアメブロとか、ああいうので例えば自分以外の広告が勝手についてるんですよ、無料ブログなんで。あと無料ブログなんで向こうのルール変更で、すぐルール改定、ルールが変更されちゃうので、いつ自分が不利になる状況かわからないんですよ。せっかく PV が溜まったのに、なんかブログ削除されましたとかで全然あり得る話なので、メディアを作るんだったら絶対にワードプレス一択ですね。ワードプレスって年間1万円ちょっとで、ね、利用できるので、やっぱそれぐらいの自己投資は絶対にしないと、そもそもダメですよね、ワードプレスじゃないと。じゃあワードプレスわかんないよっていう人いると思うんですけど、今の時代はワードプレスの本であったりとか YouTube、ブログですね、無料でいくらでも手に入るんですよ、情報が。じゃあそれを見てわからないところがあったら、トライアンドエラーでやっていけば結局できるようになっちゃうんですよ。それはしっかりやってるかやらないかだけの違いであって、ブログ、自分のメディアを持つんだったら絶対にワードプレス一択ですね。で、次 YouTube ですね。これももう必須ですね。で、YouTube って最初誰にも見られないんですよ。だってチャンネル登録ゼロから始めるわけなんで。誰にも見られないんだったら、とにかくアップして、とにかく行動して、それからいい動画を作れるように努力していけばいいと思うんですよ。例えば1本目の動画の人と100本目の動画の人って、絶対に100本目の動画の方がクオリティ高いですし、喋りも上手くなってるし、サムネタイトルも上手になってると思うんですよ。だったら50本100本出して、誰でも見られないんだったら50本100本出して、とりあえず自分の力を磨いていきましょうとしか思えないんですよね。だから僕も今500本ぐらい多分出してるんですけど、それもやっぱ2年前とかやってて、誰にも見られなかったっすけど、今やっぱりようやく何千人とか言って、これは本当にただただあのけ例えばこ動画編集もしないし、文章もカミカミですし、構成もバラバラなんですけど、ただとにかく継続してアップしていたことによって、それだけで勝手に自分のブランディングだったりとか、自分のメディア化、あとは認知してもらうことができるっていうことで、さっきのところに戻るんですよ。そうだから、この認知してもらうためにはブログ、YouTube であったりとか、次 SNS っていうのがすごい重要で、今だとやっぱりインスタがおすすめですね。やるんだったらインスタ一択でいいんじゃないですかね。Twitter とかだと多分そんな伸び悪いですし、 Facebook も今そんな伸び悪いと思うので、もう確実に SNS だったら自分のインスタを持つのがいいかなと思いますね。で、普遍的なこと、ここで普遍的なことっていうのは、さっき言ったように他人のプラットフォームに依存しすぎないっていうこと、それを自分のメディアを構築して、その土地をコツコツ増やしていくか。僕の考えで言うと、インターネットが一つの世界だと仮定するんですよ。例えば今っていうのは人間、肉体がある、いや3次元の世界なんですけど、インターネットの中って無限の空間だと思っていて、このインターネットっていう無限の空間の中に自分の土地をどれだけ持っているかで、自分の影響力であったりとか、自分のその影響力イコール稼ぎに、お金につながるので、そのインターネットの無料のその地域の中にどれだけ自分の土地を耕せるかっていうのがすごい重要で、例えばこれはブログを10記事持っている人よりもブログ1000記事書いてあるブログの土地の方が強いし、 YouTube も10本出してる人よりも300本出してる人の方が強いし、 SNS だったら10人フォロワーがいる人よりもやっぱり1万人フォロワーがいる人の方が強いじゃないですか。そのこのメディアっていうのは最終的に何にぶつかるかっていうと、この認知してもらうことっていうのが重要なんですよ。認知しないといい商品でも絶対に売れないんですよ。だって認知してもらわないと知らないんですからね。そうだから、さっき言ったようにヒカキンさんが同じクオリティの動画出しても、
やっぱり何十万人っている人が出した方が認知されてるから、その分再生回数伸びますよってことで、これは別にチャンネル登録じゃなくて、ブログの PV 数、ブログの記事数、YouTube の動画数、SNS のフォロワー数、これは全てに共通するんですよ。全てに共通して、これ一生使える考えなので、これがまさに普遍的な考えなんですよね。だからこそ自分のメディアを構築して、インターネットの中の土地にどれだけ自分の城を建てれるか、どれだけ自分の村を作れるかってことがすごい重要になりますね。これがまさに普遍的なフィールドに行かないとダメなんですよ。いずれ自分自身が。自分のメディアを持つこと、自分のフォロワーさんを、自分のファンを作ること、そう、自分の、発信していること、自分の考えっていうのを共有することっていうことがすごく重要なんですよ。だから手法だけにとらわれたらダメであって、手法っていうのは絶対にいつか、どんどん廃れていくんですよ。例えば、数年前だとテキスト動画、テキストの YouTube だけで稼げるとか、テレビを録画して、テレビを携帯で撮って YouTube にアップするだけで稼げるとか、で、ブログだったら弱いキーワードとか、なんか、まあ適当に量産しまくれば稼げるとか、そういった手法、これは一つの手法であって、その手法っていうのは絶対にずっと続かないんですよ。じゃあ、手法が続かないときに自分がどういう行動をするかっていうと、変化に対応しなきゃダメなんですよ。この変化に対応するっていうのがもう一つの普遍的な行動なんですよ、これ。だって変化に対応しないとずっと昔の手法だけやっていっても稼げるわけがないので、変化に対応するっていうことは常に勉強して、誰かの考え方っていうのを自分自身でやっぱり受け入れてインプットして、で、それを毎日1時間2時間やってる人っていうのは絶対に変化に対応できてるってことなので、普遍的なフィールドに行くためには自分自身が変化に対応していかないと絶対にダメなんですよ。で、普遍的に一生使う必須スキルっていうのがあって、さっき言ったように手法を覚えたとしても、その手法ってなくなっちゃったらダメじゃないですか。手法であったりとかツールであったりとか、こういったものっていうのはやっぱり廃れていくんですよ。だからこそもっと根本的なもの、もっと幹になる部分っていうところが普遍的なスキルっていうことで、僕の中でまあいくつかまとめたんですけど、ワードプレスですね。これブログの構築ができれば、例えば自分のセールスページだったりとか、あとは自分のメディアであったりとか、自分の LP であったりとか、そういったものを構築できることができるんですよ。これっていうのは文章を書くライティング技術、これっていうのは一生使えるじゃないですか。例えば誰かに何かを伝えるであったりとか、例えば部下に何かを伝えるとか、バイトの子に何かを伝えるとか、あとは YouTube で誰かに伝える、文字で伝える、あと LINE で誰かに何かを伝えるとか、こういったものっていうのは普遍的なんですよ。覚えておいて損はないんですよ。だからブログの作り方であったりとか、サイトの作り方、そこに伴う文章の書き方、ライティング技術、これがまさに覚えるべき必須スキルなんですよ。あと YouTube ですね。今の時代はやっぱテキスト、文字から動画にどんどん映っているので、YouTube で発信できるか。それはもうスマートフォンでいいんですよ。例えばなんか機材を買うとか、ビデオカメラを買うとか、もうそういった時代じゃないんですよ。スマートフォン1台から YouTube が撮影できて、スマートフォン1台で YouTube がアップできる。しかも動画編集なんか別にしなくていいんですよ、僕みたいに。それでも聞いてくれる人ってやっぱいるし、それでも、いつも聞いてますとか、いつも勉強になりますって言ってくれる人もいるんですよ。だったら、100人に対して100人好かれようなんて思っちゃダメなんですよ。100人に対して3人でも5人でも自分のことを好きになってくれる人がいれば、その人たちに向けてやらないとダメであって、だからこれ、ネットとかブログとか YouTube とかラジオとかでもそうなんですけど、100人に好かれるようなことって絶対に無理なんですよ。だから自分の色でやっていけばいいんですよ。だから気にしない、あんまり気にしないで、楽しみながらやるっていうことが大事ですね。だから喋るのが楽しいし、自分でなんか発信するのが楽しいとか、動画が増えるのが楽しいとか、とにかく楽しさでやるっていうことが大事。そう。だからなんか100人中100人に、例えば、なんか好きになってもらえないから、その100人中1人の中のアンチが怖いとか、
100人中3人かな、なんか批判コメントが怖いなとかじゃなくて、100人中2、3人でいいから自分のことを好きになってくれる人たちに発信して、で、その中で、自分のファンになってもらうとか、自分にファンになってもらう、すなわちこれ普遍的なことじゃないですか。それが今の時代っていうのはスマートフォン1台でできるんですよ。しかも無料でできるんですよ、YouTube。じゃあ、やる方とやらない方、どっちが得ですかって考えてください。やる方が得なんですよ。だから、YouTuber ってあんなに稼げてるし、YouTuber って一個人の人があんなに影響力を持ってるんですよ。それは愚直にやったからなんですよね。その100人中100人に好かれようと思わないで、100人中30人に嫌なこと言われたとしても、やっぱり YouTuber の人って愚直にやってきたからこそ、その分の見返りっていうのがやっぱりあったわけなんですよ。だから全部世の中トレードオフなんですよ。何かを手に入れれば何かを失うみたいな。何かを失えば何かを手に入れる。いいこと言いましたね、これ。で、SNS で発信、フォロワーを増やすコツコツ。これも一緒ですね。例えば、インスタ、YouTube、Facebook、Twitter とかあるんですけど、そこで発信することによって、自分の考えに共感してくれる人たちを、が自分のフォロワーになってくれる。っていう意味ですね。だからここでもさっき言ったように100人中100人に好きになってもらわなくてよくて、これもなんか1日1人でいいから増えていく楽しみとか、誰かがリツイートしてくれる、インスタで誰かがいいにしてくれる、そこの部分にフォーカスして楽しくやっていけば、コツコツできる。それはやっぱり一つの普遍的なことなんですよ。で、これらのスキルを総合して自分の商品を作り販売できるスキルはやはり最強なんですよ。じゃあこれらのスキルをまとめていくと、自分のサイトを作れました。そこに自分なりの文章であったりとかライティングを、書けるようになりました。で、そこに文字だけだと、伝わりにくい部分があるから動画もできるようになりましたと。動画のリンクも載せられますと。で、自分のブログとか自分の発信したことっていうのは誰にも見てもらえませんってなるじゃないですか。じゃあ、SNS でブログ書きましたって、今度告知できるわけじゃないですか。じゃあこれよく考えた時に、これらのスキルっていうのは全て総合できるわけなんですよ。マルチメディアになるわけなんですよ、これ。で、これができる人っていうのが僕の中ではやっぱり自分の商品を作る。さっき言ったように他人のフィールドで戦わないで自分のフィールドで戦ってる人、やはりこれが最強だと思うんですよ。だからこれはもう超普遍的なことなんですよね。だから他人のフィールドではなくて自分のフィールドで戦う外部的負の要因が受けにくくなるんですよ。そう。例えば自分のメディア、ワードプレスを見てもらうとか、自分の YouTube 見てもらうとか、例えば他人のフィールド、例えばアメーバブログで書いてますとか、例えば Twitter しかやってませんとか、意味ないじゃないですか。これはもう全然普遍的じゃなくて、風が吹けば飛ばされちゃうみたいな。だからね、風が吹けば飛ばされる、その空吹きの家を作るんじゃ、藁の家を作るんじゃなくて、RC 構造のマンションを建てましょうってことなんですよ。簡単に言うと。それ RC 構造のマンションは、やっぱり地震にも強いし、その防音設備もちゃんとついてるんですよ。これがまさに普遍的なんですよ。じゃあ、空吹き、要は藁のなんか寒い風が吹けば飛んじゃう家と、なんか確固たる RC 構造の家に住みたいってなったら、RC 構造の家住みたいじゃないですか。だからそれをインターネットの中に置き換えたときに、自分の土地であったりとか、自分の建物、自分の城っていうのを築いていく。それはコツコツやるしかないんですよ。普遍的なことを。だからこれ勉強になりますよね、ここも。じゃあ、普遍的な自己紹介とは何かっていうことで。じゃあ自分、そうですね。例えばこれ結論、他人の喜びがビジネスになるんですよ。例えばブログの書き方を教えますとか、ブログの作り方を教えますとか、YouTube でなんかタイトルの付け方、アップの作り方も教えますとか、例えば、インスタでなんかインスタのやり方を教えますとか、これ何でもビジネスになるんですよ。人が困ってることって。で、自分が知っているスキルや経験の共有ですね。今までのスキル、たださっき言ったワードプレスできます、YouTube できます。でも、これは最初からできる人っていないんですよ。だって赤ちゃんからみんな始まるんで。
だからその情報を教えてる人たちっていうのは、その人たちも1年2年やっぱり努力してるわけなんですよ。じゃあみんな努力しようしましょうよってことになるじゃないですか。そうだからしっかりと1年2年しっかりと努力したそのスキルであったりとか経験っていうのを、これが他人の他の人のわからないところにつながる、そこにわからないっていう一つのビジネスが生まれるので、そこを解決してあげる、イコール喜んでもらえる、これが一つのビジネスになるんですよ。そう、みんなゼロからスタートなんですよ。ゼロからスタートなんですけど、ブログを書き続けた、 YouTube をやり続けた、物販でアカウントを運営続けた、これが一つのやっぱり自分のスキル経験になるので、それは普遍的なことじゃないですか。まあ、マネタイズ方法ですね。1円、1万円稼ぐ方法、5000円稼ぐ方法でもいいと思うんですよ。自己アフィリエイトでもいいと思いますし。で、やっぱりですね、自己商材っていうのは利益率が抜群に高いんですよ。そう。だから例えば、誰かのプラットフォームを使うと、なんか20%手数料取られるとか、10%手数料取られるとか、アルゴリズムでなんか下の方に商品いっちゃうとか。今月売れまくったけど来月全然売れないかもしれないとか、結局それって他人の土地で仕事をしてるのと一緒な、他人の畑なんですよ。だから他人の畑じゃなくて自分の畑をインターネットの中に作るしかなくて、あとは自己商品なのでカスタマイズが自由なんですよ。例えばアフィリエイトだと他人の商品を紹介するので、他人のルールがあったりとか、他人のそのなんだろうな、ルール変更ってあるんですよ。料金が変わったとか、無料なんとかがなくなったとかあるんですけど、自分の商品なので、ね、何でもカスタマイズできるんですよ。値段であったりとか、商品の中身とか、アプローチ方法とか。だからそれがまさに普遍的な、商材ですよね。普遍的な商品になるわけなんですよ。しかも無限に作れるんですよ。自分が経験したこと、自分がマネタイズした、例えば1つ1万円稼げる方法を知ってる人と、1万円稼ぐ方法を10個いろんな方法で知ってる人だったら、1個の人もいれば10個商品作れる人がいるんですよ。じゃあ根本的に何が違うかっていうと、本人の勉強量なんですよ。本人の勉強量、本人のチャレンジ量、本人が失敗してきた量なんですよ。失敗してきた分成功もあるわけじゃないですか。それはチャレンジしたことなんですよ。そう、だからチャレンジしまくったからこそ自分の商品を無限に作れるようになるとか、自分の商品を例えば高単価で売れるようになるとか、これがまさに普遍的なビジネスだと僕はやっぱり思いますね。これが最強だと思ってて。で、普遍的に販売するにはってことなんですけども、これ、さっき言ったように、ココナラとかノートとかで販売するのは手数料がたくさん取られるんですよ。なんでかっていうと、他人のプラットフォームだから。だから、ココナラとかノートとかも、例えば毎日のシステム料とか、なんか、要は見てる人がいるわけじゃないですか。そこの、その人たちに人件費ってかかってるんですよ。だから手数料20%とか取られるわけで、だから基本的にはココナラとノートっていうのは認知のために利用するのは OK ですね。で、これもフロントエンド、バックエンドっていう考えなんですけど、例えば1000円とかで商品作って自分のファンになってもらうとか、こういった考えだったらココナラとかノートとかで販売するのは全然 OK。だからさっき言ったように認知してもらうために使うのは超いいと思いますね。一つのプラットフォームっていうのは人が集まるとこなんですよ。だから人が集まるところに自分の何か一つメディアであったりとかコンテンツを置いているか置いていないかっていうのはすごく重要なんですよね。で、普遍的に販売するのはやっぱりストライプとかですね、スクエアとか、そのインターネットでクレジットカードとか使える決済システムを使うこと。確か3%とかだと思うんですよ、手数料が。だから20%とかに比べるとめちゃめちゃ安いので、そういったところをしっかりと使えるようになる。これも普遍的ですよね。自分で決済システムを持つこと。確かこれあれもできるんですよ。サブスクとかにも対応してるんですよ。こういうのって今。だからすごいですよね。これがまさに10年前、20年前だとありえなかったことが今できるから、じゃあ原点に戻ってやった方が得ですか？覚えた方が得ですか？勉強した方が得ですか？ってやらない方がいいですか？ってなった時にやった方が得なんですよ。だから毎日勉強して、毎日チャレンジして、毎日失敗して、そこからどんどんいいものを作っていきましょうっていうことになるんですよ。これがまさに普遍的な考えになりますよね。
でもそもそも自己商品なんてないんだけどって思う人ってたくさんいると思うんですけど、僕自身もそうじゃないですか。赤ちゃんから生まれて、商品なんてないわけですよ。誰もないですよ。だから今インターネットの中に有名な人ってたくさんいると思うんですよ。まこなり社長とか、ね、龍拳チャンネルとか、学ぶとか、学さんとか、佐古勇気さんとかいろいろと思うんですけど、みんなゼロからだったじゃないですか。みんな赤ちゃんからスタートしたの、みんな商品のがなかったんですよ。だから自分が勉強するしかないんですよ。自分が勉強するってことはまさに普遍的な行動につながるんですよね。で、だから自分がそのマネタイズできたまでの一つの物語、この物語っていうのが実は商品になるんですよ。例えば自分がインスタグラムで1000人まで行った流れを教えます。これ一つの物語。例えば自分がインターネットを使って、インターネットで物販をして、毎月1万円、2万円稼げる方法をあなたに教えます。これも一つの物語なんですよ。例えばブログで、PV が毎月1万 PV になりました。これも一つの物語。自分が努力した結果、自分が失敗してきた経験、自分が成功してきたマネタイズ方法、これっていうのは全て自分の物語になるんですよ。この物語っていうのは実は商品になるんですよ。じゃあ世の中には物語がある人、物語がない人って言いますよね。それは僕の中ではもうはっきり言って、物語がない人っていうのは思考が停止してる人。だから同じ仕事、要は同じ職場で同じ行動で毎日同じ行動をして、それを10年、20年、30年、40年続けちゃってる人。でもこの動画を見てるって人は勉強する意思が絶対にあるので、そういう人って一人もいないんですよ。だからこれ僕悪口にならないんですよ。だってみんな勉強してるので。じゃあ悪口になるのってどういう人かっていうと、いつも例に直すんですが、僕の兄貴とかはそうなんですよ。18歳から就職して10年以上ですね、同じ職場にいて、で会うたんびになんか会社やだ、会社だるい、疲れた、大変、眠い、お金ない、貯金ないみたいな、馬娘やるみたいなアプリで今馬娘やってるらしいんですよ。今流行ってるじゃないですか、なんかゲーム、なんかあれやる、パズドラやる、モンストやる、課金するみたいな、このループ、これ思考停止してますよね。なんで思考停止してるかっていうと、他人のメディアに踊らされてるんですよ。要は他人のメディアに踊らされてる人間っていうのは僕は思考停止だと思っていて、自分でメディアを作る側に回らなきゃいけないんですよ。自分でメディアを作れる側に回るっていうことは、10年、20年前だったら超難しいんですよ。テレビに出る、要はマスメディアですよね。テレビに出る、CM を打つ、新聞に載る、ラジオに出る。これまさにマスメディアっていうんですけど、これが個人間でできるんですよ。これ個人ができるメディア、オンドメディアっていうんですけど、自分のメディアを持つことっていうのができる時代になったんですよ。その僕は自分でメディアをちょっとでも持ってる人っていうのは思考停止状態ではないと思っていて、だからこそ思考停止じゃない、自分で頑張った、1、2年頑張った、努力した結果が出た一つの物語だけできた。じゃあこの物語っていうのを一つのパッケージとして自分の商品として売ればいいじゃないですか。世の中っていうのは商品で溢れてるんですよ。例えば、ベネッセとか子供チャレンジとか、例えば塾とかもそうですよね。例えば、東大に行くまでの方法っていうのを一つの塾としてパッケージ化した。これも商品、情報商材。全部情報商材なんですよ。世の中っていうのは。固形商品、情報商材がなんか世の中で悪いみたいなイメージあるじゃないですか。これ全く違って、僕は悪いと思う人はほぼ思考停止してる状態だなと思っていて、世の中っていうのはもう情報商材ばっかりなんですよ。だからサービスも情報商材だ、情報じゃないですか。だから固形か無形かみたいな違い、そこにいいも悪いもないんですよ。そう。だからこそ自分の物語っていうのは実は一つの商品、これは情報になる。その商品が誰かの不満であったりとか、誰かの不安を解消することができる。それはイコール喜びにつながる。ここに一つのマネタイズが生まれるんですよ。これがまさに人の、ネガティブなことをポジティブに変えてあげる。そこにはお金生まれますよね。ウィンウィンになりますよね。だからこそ、普遍的なんですよ、それは。そう。
だからマネタイズができた方法、ブログで稼ぎました、物販で稼ぎました、 YouTube で稼ぎましたでもいいじゃないですか。それを一つの物語として誰かに共有する、これはですね、他のプラットフォームを利用しないんですよ。ワードプレス作りますよね、 YouTube やりますよね、まあ、YouTube じゃなくても動画載せられますよね、うん、それは自分のプラットフォームなんですよ。だからこそマネタイズできる方法を自分自身で覚える、それが一つの物語になる、それを自分の商品として作成できる人っていうのが今稼げてる人であったりとか影響力を持ってる人だと思うんですよ。例えば最近だと YouTube マスター D とかいるじゃないですか。めちゃめちゃうまいじゃないですか。自分の商品作ってプロデューサー側になって、で多分何億って稼げてると思うんですけど、まさに一個人ができる時代になってるわけなんですよ。それそうですね。で結論ですね、結論まとめ、普遍的なスキルを身につける、自分でスキルマネタイズを成功させる、それは一つの物語、その物語っていうのを、普遍的なスキル、さっき言ったようにサイトを作る、動画を作る、音声で配信する、そう、それがイコール自分の商品につながる。結論この繰り返しで、普遍的な基本のスキルは何でも応用できるんですよ。だ僕が最強だと思うのは、普遍的なスキルと手法っていうのは全く別で、手法っていうのは多分1年に1回とか変わっていくんですよ。2年に1回とか廃れちゃうものなんですよ。だから1年に2つぐらいですね、新しいマネタイズを覚えて、そこで自分自身が1万円稼げて、その物語っていうのを自分で販売していく、これが自分のフォロワーさんだったりとか、自分の影響力、メディアであったりとか、ブログ、YouTube を使って、それをパッケージとして販売する。そうするとその人の、不安不満につながって、喜びにつながったりとか、あとは利益率が抜群に高いとか、他人のプラットフォームに影響されないから手数料も取られないとか、まあね、商品の中身をいつでもカスタマイズできるとか、こういったことっていうのがやっぱり普遍的なことであったりとか、普遍的なスキルだから、サイト作ったりとか、ライティングしたりとか、動画を作ったりとか、動画アップしたりとか、 SNS で発信したりとか、これが僕の中ではもう最強だと思いますね。うん、これ超わかりやすいと思います。これ久々に、これ多分ね、1回だと絶対わかんないので、やっぱり5回10回聞いてもらって、自分に必要なことを紙に書いてほしいんですよ。ああブログまだ作ってないなとか、 YouTube まだやってないなとか、うん、SNS インスタまだアカウントないなとか、それを一つ一つタスクとして紙に書きます。でできたことを斜線引いて、斜線引きます。でそれができたら箱ができるんですよ。箱ができると中に詰めたくなりますよね、物を。箱ができれば中にどんどん物を埋めたくなりますよね。だから最初箱作って埋める行動っていうのは日々の行動なんですよ。日々の行動っていうのが習慣化になれば、1年後2年後全く違う自分になれてるんですよ。まあよく僕が言うんですけど、だからこの行動ができてる人が、すなわち思考が回転してる状態、この行動ができてなくて毎日愚痴ばっかり言ってる人っていうのは思考が停止してる状態、うん、っていう、そういうお話ですね。かなり勉強になる。だから僕がもう本当にインターネットだけで今、そうですね、インターネットファイヤーみたいなしてるんですけど、ネットでパソコンだけあればもう生きられるみたいな状態になってるので、それがもう実際に体験できている、体験できたっていうのはこれができたからっていうのをまとめたので、超現実的なことを話してるんですよ。そうでね、これよりいい動画って多分ほんとないと思うんですよ、 YouTube とかで。だから僕ね、 YouTube 最近全然伸びないんですよ、チャンネル登録。でもほんとプラマイゼロみたいな。こんなにいいことを、でもこれ自画自賛しますよ、そりゃ。だってこんなに頑張って、こんなに喋って、自分がどれだけ失敗してきて、どれだけチャレンジして、どれだけ毎日コツコツやって、それがもう8年前とか、 eBay 輸出だったら8年前からやってるとか、ブログとかアフィリエイトも何百サイトとか作ったりとか、 YouTube も何千本でアップしたりとか、限定動画も何百本で撮ったりとか、そう、その経験とかで毎日4時間3時間他人の YouTube を毎日聞きまくっている、本も読んでいる、それをまとめて一つの無料動画として出しているので、それを僕自画自賛しますよ。こんなに頑張って、こんなに内容よくって、だからここを否定しないで、ちゃんとなんか
そうっすね。なんか素直にここ良かったなとか、ここだけやってみようかなとか思っていただいたらめっちゃ嬉しいですし、なんかコメントとかも欲しいですね。あ、これやってみますとか、ここが勉強になりましたとか。そう、これが僕の中の結構頭の中に入っている普遍的な行動だったりとか、普遍的な考え、この中に、またテクニックになっちゃいますね。ワードブースの作り方とか、 YouTube でタイトルの書き方とか。でも幹になる部分って本当にここだと思いますね。だから本当に個人で年収1000万とか超えるんだったら、これはもう絶対にマスト、マストで幹になる部分なので、ぜひですね、ちょっと、参考にしてほしいですね。そう。まあ、たまにはいいですよね、マインドマップ作って。じゃあまたですね、気が向いたらマインドマップ作って、具体的に話していきたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。